勝てる気がする。あ、もう、うん。あの、それベアーズさんに怒られちゃう。はい、はい。皆さん、こんにちは。ピナイモテキチャンネルモテキです。今日はですね、ちょっとサンエイトに来てるんですけど、2年ほど前に、平和の虎本編の方で、九州で天日塩を作るという、内容でボールになった、はじみくんの、その後の途中報告ということで、ちょっと今から報告を受けますんで、皆さんにもお伝えできればと思います。まず、志願内容としては？はい、志願内容は、天日塩を作って、皆様に販売したいというのが志願内容です。うんうんうん、で、場所はどこでしたっけ？当初は、長崎県にある対馬という離島にする予定だったんですけど、まあ、いろいろありまして、現在は、長崎県の壱岐という、壱岐ね。はい、壱岐島という離島で、お塩を作らせていただいてます。壱岐の方が、はい、まあ、有名だよね。俺でも知ってる。ああ、ありがとうございます。対馬はわかんないけど、はい、うん、あの時に座ってた虎が、はい、一枠から覚えてますか？はい、覚えてます。はい、一枠が竹内社長で。竹内さん。はい。はい、で、二枠が、桑田社長。桑田さん。はい。で、三枠がアンナ社長。はい。で、四枠がトモハッピー社長。はい。で、最後が茂木社長です。うん、はい。結果？はい。結果、うん、竹内社長と、うん、アンナ社長、トモハッピー社長、茂木社長が100万円ずつで、うん、合計400万円でゴールになりました。なるほど。はい、志願額400万円の完全オールと。そうですね。なるほどね。そういうことでした。皆さんちょっとね、思い出してもらえましたでしょうか。はい、概要欄にその時の、はい、令和の虎の配信のリンク貼っときますんでね、はい、ぜひ思い出してみてください。お願いします。はい。今日はですね、うん、ちょっと時間がかかってしまったんですけど、うん、お塩の方が完成しましたので、えらい時間かかったね。すいません。こちらです。ああ。すみません。見えますかね。見えますかね。サンズ。はい。名前、会社名が株式会社サンズで。あ、そうなんですか。どういう意味なんですか？サンズの3はですね、うん、太陽っていう、天日塩って、太陽の力を受けて、お塩を作るので、なるほどね。3っていうのを入れたかったのと、うん、まあ、これは私のなんかラッキーナンバーが3だったので、うん、その3と3を掛け合わせたっていう意味で、うん、サンズっていう。まあ、その S っていうのは、令和の虎もそうですけど、やっぱ皆様のおかげで、売っていったりとかっていうのができてるので、なるほど。まあ、その意味を込めてサンズにしました。うん、そういうこと。はい、みんなで作ったよって、そうですね。続けって意味ね。はい。ちょっとこれ、持ち方変ですけど、こんな感じで、はい。できております。はい。はい。いい名前ですね。太陽の恵みだもんね。そうです。はい。まあ、今こうやってお渡ししてるんですけど、うん、置いていただくところには今そのパッケージをちょっとお作りして、皆様がこう買っていただけるような、今パッケージ。うん、パッケージは？はい。いつ頃できそうなんですか？一応、もうデザインと展開図までは完成したので、うん、あと、その紙の質と印刷ってところまでできれば、とは思ってるんですけど、うん、そこは令和の虎の竹内社長にご協力をちょっと今いただきながら。うん、あ、そうなんだ。そうです。はい。まあ、そこも、手伝ってあげるよっていうご好意で、なるほど。今やっていただいてるんですけども、私の中でも、1ヶ月ないぐらいで完成はさせたいっていうのを思ってます。うんうんうん、まあ、わかりました。え、これさ、でも、はい、なんか通販の虎、やってみたいよね。はい、そうですね。私もこれ作るまでに、いろいろなものをちょっと試したりとかさせてもらったんですけど、うん、やっぱ、おにぎりがすごく美味しくて。おにぎりがうまい。おにぎりすごく美味しくて。だから、ね、塩は、おにぎりは塩だからね、ちょっと舐めてみていいですか？お願いします。いただきます。ああ。やっぱさ、うん、普通の生成塩、はいはい、全然違うね。全然違います。最初ちょっとマイルドの、うん。で、意外とマイルドな出だしかと思えば、途中からきっちり辛みだね。しょっぱみが来るんだけど、なんだろう、しょっぱみがいいやじゃん。とにかくしくない。そうですね、うん。口当たりがすごいいい。すごい。これがおにぎりうまいよ。美味しいです。うん、まあもちろん、新潟とか秋田とか、うん、お米が有名なところでももちろん美味しいんですけど、うん、まあせっかく私九州に住んでて、やっぱ大分のお米はすごく美味しいんですよ。うん、あ、そうなんだ。なので、まあ、その今農家さんとお話とかもちょっとしてるんですけど、うん、まあその米と海苔と塩、うん、そのこだわった、そのものを一個にして、ちょっと販売したりとかもしたいなっていう。最高じゃねえか。はい。もう
何ですかね、朝ごはんをちょっと皆さんで贅沢にしたみたいなのをちょっと売っていきたくて、うんうん、そういうのができたら、桑田さんちょっとお願いして、通販とか出していただいたりとかさせていただけたらなっていうのは思ってます。ね、究極のおにぎりセットみたいなのね。おにぎりセットです。いいかも。今 SNS でちょっとバズってる、うん、おにぎりのおにぎり太郎さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、土鍋でこう熱々のおにぎりを握るっていう方がいらっしゃって、うん、なんかぷよっとした感じの子、ああそうです、坊主の、ああいる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 、でその方も僕の塩と、まあ、海外の岩塩とかをちょっとブレンドして、うん、あの方使っていただいてるんですけど、あの方もすごい美味しいってちょっと言ってくださってるので、うん、僕もちょっと今自信を持っておにぎりはなんか出していきたいなって、なるほどね、ちょっと思ってます。はいはいはい、確かに塩ってめちゃくちゃ重要な調味料じゃないですか。そうですね、だからまあ日本の食べ物に醤油とともなくてはならないと思いつつ、うん、確かに単品で買った時に、他の塩と何が違うのってやっぱ分かりやすくしたいよね。そうですね。だからうちはやっぱりスープ、お吸い物とか、うん、そのカレーを作る前のスープとか、おにぎりとか、やっぱその、なんだろう、水、水分あるものベースで考えるとすごい合うというか、はい、馴染みやすいっていう言葉が正しいと思うんですけど、すごいこう味に適してる、あとなんかちょっと足りないなと思った時にやっぱパッて入れると、こう味が決まるみたいな感覚なので、味が決まるね。そうです。あ、わかるわ。なのでもうおにぎりとかも抜群に、うん、はい、まあこれは多分日本じゃないと味わえない味なので、そういうのをこう海外の方もちょっと味わいたいとかなれば、なんかそういうのも展開して後々いきたいなとは思ってますけど、だいぶ説明上手くなったね。あ、ありがとうございます。あの時はちょっとすごいですね。もう僕何回も見返してるいいよ、めちゃくちゃいいわ。その新パッケージっていうのは、はい、どのぐらいの量が入る感じなんですか？一応150がベースで。150。はい、150っていうと、例えばさ、一般的にさ、はい、食卓塩あるじゃん。はいはい、赤色の。そう、一番使うやつ。はい。はい、あれが 80g なので、うん、あれ2つ分ぐらい。あれ2つ分ぐらいね。まあ150ぐらいですね。はいはい。で、値段はどのぐらいにしようと思う？今は 100g で2200円税込みで出していただいて、うん、高級じゃん、はい、高級で本当にさせてもらってってことは 150g で言うと、はい、まあ、3000円ちょいぐらいの、はい、ぐらいですね。いや、あのね、はい、これちょっと、まあ、まだ全く社内に展開してないんで、はい、実現性よくわかんないんだけど、はい、俺実はあじみくんがオールになってから、ずっと俺のメモ帳があるわけ。はい、このやることリスト、トゥードゥーリストを俺、つけてんだけど、はい、そこに書いてあるのがあって、実はあじみくんの塩ができて、マジでうまかったら、うちのピナイの製薬プレゼントどうかなと思ってんのよ。ありがとうございます。うん、お客さんが制約した時に、はい、塩ってどこの家庭でも使うか、はい、で、うちって家庭のことをやるお仕事で、はいはいはい、実はこれ、ベアーズさんっていう、はい、結構家事代行の最大手がいるんですけど、はいはい、そこのパクリで、ベアーズさんが、はい、なんか製薬の時のちょっとしたお心づけというか、うん、に塩をプレゼントしてる、はい、その塩も美味しいんだけど、勝てる気がする。あ、もう、うん、それベアーズさんに怒られちゃう。はい、いや、でも本当自信持って、うん、最近私もようやく少しは自信持ててちょっとやれるようになったので、うん、まあ、まだまだですけど、うん、作るのは一般的に当たり前で美味しいものを、うん、まあ、それに付け加えて、やっぱこういうものが美味しいよっていうのを、やっぱ紹介できたりとか、うん、レシピとかをこう、お客様にできるのがやっぱ私の役目かなっていうのをちょっと思ってるので、うん、まあ今おにぎりとスープがまだまだ狭いですけど、うん、こういうのを広げていって逆にこうスイーツとかこういうの合いますとかっていうお話もできたら嬉しいなと思ってます。でもさ、おにぎりってさ、はい、日本人が一番幸せだなと思える瞬間じゃない？あれ、本当うまいの食べた時、はい、いいと思うな。ありがとうございます。もともとお友達と二人でやるって話だったじゃないですか。はい、で、その人とは今、はい、こう、共同で、まだやってる感じでいいのかな？いや、今は、ちょっといろいろ考え方の違いで、一緒にはちょっとできなくなってしまって、トモアピー社長の YouTube でこの話、させていただいたんですけど、これ、ちょっと最新の情報があって、はいはいはい、今週の月曜日、初めの方に、たまたま相方が帰って、できて、二人で話すっていう時間がちょっとあってですね。まあ、その時にお金が作れなかった時期だったので、お互いのその意見とかっていうのもちょっと入れ違ってたみたいな話はあったんですけど、まあ
一緒にやるっていうのは、まあ、その段階でもなかったんですけど、まあ、これからお互い自分がやれることをこう頑張ろうっていう、まあ、相方も僕のことすごい応援してくれてますし、うん、相方はちょっともう違う職に、うん、都会に出たりとかして違う職業についてもいいかなっていうのがなんかちょっと考えてるみたい、うん、そこはまあまあ、なるほどね。ただまあお互いがちょっと話ができたっていうのは、あ、それは良かったね。そうですね、はい、今後ねうまく、せっかく友達ですからね、絡めるといいですね。はい、はい、で、1ヶ月後ぐらいにパッケージができるんで、はい、もうそうなったら売り出すって感じですか？そうですね。はい、今、まあ、一応、うちのお客さんは、年間で契約していただいている方とか、うん、卸で契約していただける方とか、うん、個人のお客様とかいらっしゃるんですけど、うん、個人のお客様は意外にボディービルダーの方がすごい多くて、と、うんうん、いうのも、ボディービルダーの方が原料期に使える調味料ってお塩しかないらしくて。おー、なるほど。ただそのお塩が、やっぱり、美味しくないと、まあ、食事制限も頑張れないじゃないですけど、みたいなのがあるみたいで。確かに、あの人たちさ、鶏ささみとかさ、はい、なんか牛のヒレとかばっか食べてるからさ、そうです、塩命かも。いや、本当、ああ、なかなかこう、油分があるものばっかりなので、うん、塩っていうのは、すごいその中でもこう、贅沢品としてやっぱ使うから、美味しいものがあるとすごくいいっていうふうに言っていただいて。なるほどね。はい。まあまた、なんか最後、水抜きとかされる時とかも、うん、やっぱ、まあ普通の塩よりは、やっぱ天日塩の方が水分も多く含んだりたりとかするので、まあそういうのもこう、水抜きに良かったりとかするのかなっていう。まあそれは、個人の方々でこういろんな意見があると思うんですけど、うん、そういった意見も何件かいただいたりとかしたんで。なるほど。はい。わかりました。はい。というわけでですね、無事出来上がりました。パッケージまだなんですけど、そうです、ね、いつの日か、皆さんのお手元に届けられる日も遠くないんじゃないかと思ってますんで。はい。あ、そうか。通販版だけでも、あれがあるじゃん。ドラノコ EC サイト。ああ、そうですね。うん、あ、で、はい、最初に2年前、うん、撮影していただいたときに、うん、1週間だけ、岩井社長に、載せていただいて、うん、その時、200人くらいの方が買っていただいて。そうなんだ。はい。それはもう、今、どんどん発送していってるんですけど。あ、そっか。あれって、これを発送するって話だから、そうです。めちゃくちゃ待たせてんだ。あ、そうです。なるほど、ようやく。はい。ただまあ、皆様に、メールと、お電話とっていうのを全員分着させていただいて、うん、まあ、ことの経緯というか、うん、まあ、こういうふうな事情でっていう、まあ、その友人の件もそうですけど、含、うん、めて、ちょっと時間がかかりましたっていうので、まあ、キャンセルされる方ももちろんいましたけど、うん、お金はいただいてなかったので、うん、また待ってくれ、いい、待ってもいいよって言ってくれる方々に、今、ちょっとどんどん発送がしていて。なるほど。いる状況ですね、うん。お金はいただいてないっていうのは、これからちゃんと発送したらいただくの？そうです。あ、じゃあ、よかった。あ、まあ、そうですね。うん、俺先にお金いただいて、それもう使い切っちゃったの？あ、いや、それは多分、なんか、一種の詐欺じゃないですけど、うん、ちょっと裏切ることになるので、うん、ちゃんと準備ができて、発送できる方たちにお金もらって発送して、お金もらって発送してっていうのを今、僕もね、ちょっと、はい、売り先というか、まあ、自社で使うことも含めていろいろ考えていきますんで。ありがとうございます。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。ウィス。ウィス。ありがとうございます。では、そんな感じの、なんでしょうこれ。虎の子、なんて言うんだろう。進捗。そうですね。はい。というわけで、虎の子の進捗報告でした。またねー。ありがとうございます。